いらっしゃい。よく来たね。いきなりすみません。駄菓子屋さんの昔の恋バナを聞かせてください。本当にいきなり、しかもこんな雨の中。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、過去の世界の高城って、飛べるかな？とりあえずちょっと妖怪ガシャのところにワープして、まずね、ちょっとこっちの世界で、まだクリアできてなかったサブクエストをクリアしたいのだけれど、とりあえず、クエスト。秘めた視線のその先に、はい。これの目的地ナビをお願いします。多分これ、暴露バーが必要なんやと思うんやけどさ、どこ行った？あ、こっちか。悩みを解決できる妖怪を連れてこよう。ということで、私婚活で、暴露バーをね、暴露バーと交換できる状態に今してるから、よし。目の前で何しとんねんって感じだけど。素敵な出会いがありますよ。努力はい、マッチング。運命の出会いよ。で、どこだったかしら。あ、あったあった、暴露バー。紹介メンバー、ゆうこひさえ、ベラベーラ。ゆうこひさえ、普通の名前やね。ババーン、ちょっとドキドキするね。わしの秘密も教えてやるよ。何でも話してあげるよ。なんかこれ腕力めっちゃ強いな。あ、力系、パワー系ってことか。多分、顔文字じゃない。マーク的に。腕力強いやつの方がいいんかな。バトルに出ている間、味方全員の HP を少しずつ回復。じゃあ私、ひさえさんにするね。はい。OK。普通のおばあちゃんみたい、ひさえさん。明日素敵な暴露生活を送ろうね。暴露生活なんかめっちゃ嫌。暴露バーのひさえが友達妖怪になった。おいし。運命の出会いよ。ってことで、これでいけるはず。あ、で、メインメンバーに入れんといかんのやっけ、とりあえず。ちょ、待って、すべてのリストか。すべてのリストから、ひさえさん。ひさえさんをちょっとメンバーに入れて、はい、これでいけるでしょう。伝えたいこといっぱいあるのに、でも恥ずかしくて言えない。どうしよう。よし、思っていることを暴露させる。そんな力を持った妖怪に協力してもらおう。よし、思っていることを暴露させる。そんな力を持っている妖怪は暴露バーしかいない。言いたいことがあるのに言えないまま終わったら絶対に後悔するよ。私もついていくから、あの男の人のところへ一緒に行こうよ。うん、ありがとう。あの人全然引っ越していかんやん。結構ちょっとよ。本当にうまくいくのかな。いいから黙って見てなさいよ。いいね。久しぶり。で、俺に話ってなんだ？聞きました。引っ越しちゃうって。もううちの駄菓子屋には来てくれないんですか？引っ越してわざわざね。引っ越す前の場所の駄菓子屋に行かんやろ。ああ、もう来れないかも。ごめんな。そうですか。実はずっと前からあなたに伝えたいことがありました。私、あなたのことが。暴露バー。ダメ、やっぱり言えない。お、ここで。見えとる側からしたらめっちゃなんか、ロマンチックさのかけらもないけど。おい、大丈夫か？絶対に言えないよ。ずっとあなたのことが好きでしたなんて。言ってる。本当は結婚してほしいなんて言えないよ。え？まだ小学生ぐらいじゃない？大丈夫？大体全部言ったな。相手も中学生やしね、まだ。私なんてこと。ごめんなさい、変なこと言って。いや、変じゃないぞ。こんなに勇気出して言われちまった。俺も腹をくるしかないかな。え、マジで？俺はもうすぐこの街を去る。ただし、いつか必ず戻ってくる。その時にまだお前の気持ちが変わってなかったら結婚しよう。本当ですか？必ず迎えに行くぜ。お前の店の濃厚キャラメルもこれで食い放題だな。それが狙いか。その時まで駄菓子屋元町を守っておいてくれよ。はい、ずっと待ってます。絶対途中で好きな人できるけど。気持ちを伝えられてよかったね。ハッピーエンドって感じ。ところで駄菓子屋元町って聞いたことがあるような。そういえば、
ツミカアバタの駄菓子屋だ。え？あ、本当だ。じゃああの女の子ってまさか駄菓子屋のおばあちゃん、あ、マジで？多分、タツミカアバタに戻って駄菓子屋のおばあちゃんに話を聞いてみよう。え、どうなったんやろその後。え、こういうの超好きなんやけど。タツミカアバタ北の駄菓子屋に。ちょ、待って待って。こういうなんか、過去と未来が繋がってる感じめちゃくちゃ好きなんやけど。行きます。本当にずっと駄菓子屋守っとんやね。すげえ。え、でも、まさかの、あれよね。ずっと守っとったけど、結局あの男の人は帰ってきませんでしたとか、そういうオチじゃないよね。そんな辛いオチは嫌よ。ちゃんと、あらあら、おじいさんとの馴れ初めの話ね、みたいな感じになっていただきたい。私はそれをめちゃくちゃ期待しているよ、今。大丈夫？おばあちゃん！まさかこのおばあちゃんがあの怪しい女の子だったとは。全然面影がない。いらっしゃい。よく来たね。いきなりすみません。駄菓子屋さんの昔の恋バナを聞かせてください。本当にいきなり。しかもこんな雨の中。恋バナ？ああ、恋のお話ってことかい？若い子は元気ね。じゃあ私とじい様の出会いの話でもしようかね。あ、やっぱり結婚してる。私が子供の頃、片思いしていた年上の男の人がいてね。実はね。その人が遠くの町に引っ越すことになって、私勢いで告白をしてしまったのよ。その時のお返事がね、俺は必ず戻ってくる。その時にお前の気持ちが変わっていなかったら結婚だって。10年後に本当に戻ってきてくれてね。じい様とはそれからの付き合いなの。へえ、素晴らしいやん。よかった。ちゃんと約束を守ってくれたんだね。いや。そういえば、私がじい様に告白するとき、応援してくれた人がいたんだけれど、お前さん、その人の顔に似ているわね。人違いだと思います。そりゃそうよね。すまないね。姫たち戦のその先にバッチリ解決。やったー、ラーメン屋さんに続いて、いい結果だったんだね。よかったー。いやーね、変なことを言って申し訳ない。濃厚キャラメルや、やった。やった。てかちょっと待って、暴露バー下げとこう。とりあえずメンバーを、きちんと入れ替えておこう。誰と入れ替えたんだ、私。誰でしょうか。あの場所に、あ、コマさんか。メンバーに入れる。はい、オッケー。ああ、いい結果でよかったよー。ってことで、過去に戻りましょうか。あ、ここじゃないわ。過去の、そう、もう一個の、クエストもしておきたくて。とりあえず、もう一個のクエストも、私途中で終わっとんよね。それをしたいんだけど。はい、クエストから、ブヨブヨの塊、これや。そう、これ前はね、ちょっと時間変更、時間経過ができんくって、あれやったんやけど。てか、あの二人どうなった？まだお殿様に。いないね。え、もう引っ越してってしまったってことか。なるほどね。頑張ったね、あの女の子。ベンチ、ベンチ、ベンチ。あ、これで。違う。あ、自販機とか使えるんや、ちゃんと。へぇー。高いなぁ。ラムネ1000円とかやば。はい、じゃあここで。夜まで。ちょ、待って、休みすぎか。はい、夜まで休みます。さあ、これで牛乳屋の近くで妖怪を探そう。牛乳屋、牛乳屋。さあ、走っていくぜ。いいね、なんか、夜の雪景色ってめっちゃいいね。明かりに照らされて、綺麗。あ、あの辺や。すごいな、めっちゃ広範囲なんですけど。牛乳屋の近くって言ってもめっちゃ広範囲なんですけど。まあ、でもナビワンが連れてってくれるか。どう？どのあたりとかわかる？一応牛乳屋はここだけど。この辺？え？どこいなくね？ちょ、待って。サーチ。あ！ここか？ん？向こうの
敷地内ってこと？え？ここの家の敷地内ってこと？ここ、あれじゃね？あの、あれだよね。高城邸だよね。え、まさかの敷地内に入ってるんすか？でもそういうことよね。ちょ、待って待って。こっちの、どの辺だ？そういえばなんか周りぐるぐる回ったことなかったね。この辺りってことよね。ん？これは？これ三つ股マークじゃない？ほら。関係ないけどさ、今のとは。これって現代だけじゃないんや。いろんな時代にあるの？マジで？レトロなレンガ道。いろんな時代にあるんならそりゃわからんわ。そりゃわからんわ。ようやくぬめり通る。それ、え？もしかして反応したのってそれ？なんかめっちゃ動いてない？あれ。ここにも何か。もしかしてやっぱりさっき反応したのってミッチーよね。え？絶対三つ股マークよね。ああ。ピッペガセどう？ヌッペフホフや。なんかもう当たり前のようになってきたけど。陽気汚染に潜んでいてヌッペフホフにバトルを挑んでみますか。はい。この子なんかな？ジミーが地味な感じでおるけど一緒に。はい、バトルスタートー。いくぜいくぜ。お、すごーい。ふみちゃんのなんでやねんっていいよね。おっと、ジミーのコンゲーイエイ。お、私がコンゲットしてる間にありがとうみんな。安いなー。これもやっぱ違ったのか。じゃあ外側ってこと？ちょっとせっかくこの中まで入ってきたのにまた出ていかんといかん。めんどくせえな。めんどくせえな。なんかその辺からさ、出れるような勝手口みたいなのちゃんとつけといてよ。ん？いなくね？え、いないんですけど。あ。あ、ここや。ほら、動きよる、動きよる、動きよる。なになになに？え、どこ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 行った？どこ行ったよ。あ、そこに。なに？どこ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 ？あ、なんか動きよる、めっちゃ動きよる。あれ？ヌッペフホフじゃない？さっきまでいいやん、もう。ヌッペフホフを見つけた。にゃひゃー！声は可愛いんよね。あと、名前の響きも好き。なんかいきなり襲いかかってきたんだけど、なんだなんだ。あ、でも一体だけなんやね。よかった、仲間を従えてなくて。ディディディ。なんでやねん。あ、速攻でやっつけた。めっちゃ弱かったんですけど。超弱かったんですけど。そういう感じですか。で、君がブヨブヨの正体。これは古くから伝わる妖怪、ヌッペフホフですね。夜な夜な街を歩いて気に入った人間に自分の肉を分け与えるだけの無害な妖怪です。自分の肉気持ち悪い。おいおい。け、じゃあこのブヨブヨの塊ってこいつの肉かよ。あのな。夜な夜な見知らぬ相手から何かの肉を渡されるって、かなり迷惑だと思うけどな。しかも、あったかいんやろ。そんなことはない。俺の肉は絶品だから。食べれるの？肉？食べればわかるから。食べないよ。もう全然反省してないんだから。このまま放っておいたら、またみんなに肉を配り始めそうだ。どうしよう。世の中にはもっと美味しい肉があるってことを教えてあげれば諦めてくれるかな。それいいですね。でも美味しい肉って何で言うっす？俺、もぐもぐバーガーのチーズバーガーが好きだな。じゃあ私はヨロズマートに売ってるすき焼き弁当に一票。よし。メンチカツ。それじゃあ今言った食べ物の中からどれか持ってきてやるか。
こいついっぱい食べそうだし、5個くらいあげれば満足するんじゃない？はぁ、俺の肉よりうまい肉だぞ。持ってこられるものなら持ってこい。にはちょっと楽しみだぞ。楽しみなんかい。アイテムあったかな？その中のどれかでいいんやろ？5つか。5つはないかもしれんな。ちょ、待って、とりあえず。チーズバーガー5つあるやん。あるよ、あるよ、チーズバーガー。これでいい？でも、チーズバーガーって別に肉がメインじゃない気がするけど。うまい肉をくれるのか。まあ、チーズバーガー好きやけどね。チーズバーガーを5個手渡した。うん。はい、これを食べてみて。にぃー。どれどれ？にぃー。うまい。そうでしょ？にぃー。こんなにうまい肉がこの世にあったとは。にぃー。それに比べて俺に肉はなんてまずいんだ。そうなの？そんなに落ち込まなくても。もっと美味しい肉になれるよう修行だ。それまで肉を配るのはやめておこう。美味しい肉になれるように自分で。そういう問題じゃないんだけど。いい勉強になった。これは礼だ。もっと修行して美味しい肉になってやるからな。お前たち楽しみにしてろよ。何？苦い漢方を2個手に入れた。なるほど。ブヨブヨの塊バッチリ解決。解決したのか。そのうちまた被害が出るんじゃないのか。てか多分受け取っても食べないよね。食べ物と思わんと思うし。丈夫な盾もらった、やった。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。こいつに肉をもらって食べた人はいるのか？きっとおらんよね。てか追ってほしくない。気持ち悪い。